はい、みなさんこんにちは、森崎アリスです。もうこんばんはの時間かな。はい、ということで今日は良い肌の日、418で良い肌の日らしいので、今日はですね森崎が普段全然やらないスキンケアをしながら皆さんの質問に答えたいと思います。はい、良い肌の日ってまず何なんだって感じなんですけど、いい肌とかさ、良い肌とかさ、いい皮膚の日とかさ、なんかいっぱいあるけど、まあ今日はね、良い肌の日らしいので、とりあえず肌をケアしながらなんかいろいろやっていこうかなって思います。基本1、バスタオルでポッポすることが大事らしい。あっつい、まあ5分間ぐらいちょっと放置しようかなって思います。その間に私の質問答えたいと思います。アリスちゃんは普段どこで化粧品を買っているんですか？ドンキ。はい、ドンキです。韓国のティントどうですか？好き。なんで髪の毛ピンクなんですか？だから。旦那は何ですか？彼氏なんですか？家でちゃんの今の体重教えてください。身長160ないぐらいです。私には好きな人がいます。アリスちゃん、でもどうしたらいいでしょうか？はーん、告白するのかな。私だったら、私は告白できない人なのでしないです。アリちゃんって本当に16歳なんだから。16じゃね。なんかカピカピしてる人は早が、血みたいになった。びっくりした。はい、ということでまあいい肌を保つためには、1、紫外線からお肌を守ること、2、清潔にすること、3、保湿をしてください。この3つの3箇条を守ることで皆さん肌荒れすることなく綺麗な肌を保ってるそうなので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは私の質問コーナーと同時に良い肌の日を終えようと思います。バイバイ、おやすみなさい。 Twitter、Instagram、LINE の ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画もお楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。今日は普通のディファインです。